お疲れです。ふざけんなよ、てめえ。ポンコツカメラマン。まあ、確かに、カメラはポンコツですね。喋るだけですね、ピカイちゃん。いいや。もう顔臭いけど、これから画面出て声出て。面白いけど、顔壊れとるね。いや、なんかコメントに書いてありましたけど。いや、なんかミッチー臭いけど、なんか、みんな頑張ってとか言って。その、なぜかわからんけど、僕のことブサイクって書いてあったんです。ちなみに今日の企画は今日はちょっと、はい、面白いかどうかわからない、まあ、塗装職人さん結構ね塗装の現場見たいって言うんで、はい、まあ、ミッチーと急遽だな、はい、ちょっとこっちの方の仕事があるのを含め、はい、別に今四日市まで来たのか四日市ですね。ちょっと別件で用事があったもんで来て今から現場に、はい、もう何年生じゃないお前より来た時どうだった僕来た時いなかったね気がしますそれぐらいのレベルだよな。まあまあ大きいとこが別々ってですか、はい、まあ、今一人で親方でもちろんまあ話ついてる、はい、まあ、上の人も「まあ、いいよ二階堂上直接行きなよ」みたいな感じで来てる、はい、まあ、ちょっと年配だけどまたこの人もまたすごい伝説の男、はい、伝説の男しかももう絶対動画無理ですっていうか、はい、まあ、うちも本当にね絶対無理っていういい職人さんもめちゃくちゃおるんだけど、はい、お客さんもそうだな。お客さん天気とか塗り替えに行ったり足場組みに行ったりああ YouTube で打った人がああ言われます言われます。だからやっぱ お客様自身もやっぱ、はい、YouTube に出る人に塗ってほしいとかああいうのもあるから、はい、まあ、ちょこちょこ渡しておこうかなと思う。もう、まあ、10万人記念でもう10万人記念ですもんね。そうそう10万人までは俺も会社で代として言えんかったんだけど、はい、もう今言えるでしょはっきり言っても10万円やった時点でもういけますね。これ俺仕事だから、はい、これが俺の仕事だからこれ俺の仕事だお金しか持ってこないからもう10万人だからカメラマンでいいよこれからはいもういい10万人以下レベルの顔しかしてない10万人以下レベルのお前のそのトーク力とその顔面だからはい、はい、もういいよあのレギュラーお父さんバービーバービー僕のレギュラーがお父さんでまあまあ喋らないですからね。しかも視聴者気づかんかもしれない気づかん気づきますさすがにイケメンからブサイクに変わったってなるっす多分親父来たら逆だろ今日のお父さんも結構 YouTube 見てくれるから毎日見てますちなみに多分これ上がるじゃないですか、うん、来週ぐらいに上がったら多分すぐ僕に電話かかってくると思うんです。俺のこと答えとったなバービーって言っとったなって呼び捨てにすんなって言っとけよってもうすぐだなもうすぐですね近いぞまあでももう最近行ってやるよはいまあしばらく仕事が来ないし社長無理よあれですよね昔のあだ名があるんですよね。なんで三重の一匹狼かなんかだったんですよね三重の狂犬だった三重の狂犬結構男前なんだよな。男前っていうか顔が男前じゃなくても本当にね、まあ、塗装職人さんだって分かると思うんだけど、はい、まあ、その人が言ってるのはもう俺いい仕事したいからって、はい、人も使ってやってくださいよってで技術もあるし一個一個きちっとやっていきたいもんねって、はい、でもいいんだわって、はい、でいつもね本当に顔見るとありがとうございますとかいつもお世話になってますって言うかさ全然あれだよ単価も厳しくてごめんねとか言うとそんなことないっすよ全然ありがたいっすよ焦ってないよね。あもういい年だもんね、はい、もう一個一個きちっとやっていこうという意識が強いもんね、はい、また足場の世界とか違うやん、まあ、違うっすね、うん、仮説じゃないもんね、はい、まあ、残っちゃうっすもんね、うん、それがしかもまあ1年とかだったら分かるっすけど10年何十年ですもんね。通行止めてたんですよ予告自分がチャンネル登録だよ。いや僕の子が顔は通行止めじゃないですよ封鎖ですよ。お前が邪魔でしかない封鎖です10万人超えるまでブースターロケットでも飛んでいく時に落としながら分離されるやつですねはい、あれナイス頼むよ頼むよお疲れっすお疲れっすいいっすね。ずっと毎日一人だって飽きてこないですか。いや飽きますね。飽きないですか。ええ、毎回違う。毎回違うです。はあ。やり方もいろいろ変えたりするんで。あ今でも。今でも変えます。今でもこうやってやってみようかな。新しい道具使ったり。ええ。やっぱでも今浜田さんもみんなこのちっちゃいローラー持ってますね。まあ、早いですね。あそうですね。ええ、流行ってます、ね。うん、そこからもちっちゃいローラーで行くんですかあえて。そうですね。ええ。大きいの邪魔になるだけなんで、うん、いやこれはね、一回塗っとくだけです、うん、あうん、あの一回塗っとくと楽やもんで、あそういうことか、一回行っといて、それから壁全部行って、これまだ壁下のにも全部入れてないですよね。何も入ってないです、まだ用事も終わってないんで、うん、あそういうことか、あの一発だけ入れておいて、
そうですね。こういうところがね、はい、今入ってますよね。あ、はい、これメッチとか。またこの色違うんで、はい、ここだけ色の難しいんで、あ、めんどくさいので、はい、ええ、先に塗ってテープ貼って。ああ、そういうことか。はいはいはい。あ、じゃあ先に一発だけ打といて。そうそう。で、紙テープ入れちゃって。もうここは仕上げますよ、もう一回。あ、うん、あの、先のところもね。ああ、そういうこと。ああ、ああいうところに圧入れといて。もう仕上げてます。仕上げて、あと、手直しがあるかわからないので。ああ、そういうことか。じゃあ一発だけ先に打っとくって言っても、ここはもう全部納めまでやっとくとか。そうそうそう。あ、全部違うんだ。そうそうそう。やりながらでも。そうそうそう。ああ、そうするのが早いんで、はい、やっぱし。じゃあやっぱりインク削ってやるかっていうのいつも。ええ、早くて、あの、綺麗なんですよ、こっち。はあ、はい、仕上がりも。ええ、仕上がりも綺麗なんです。散り際はね。ああ、ええ。もう常時考えてやってますね。いや、まあ、そんなに。だってでもずーっとやっとんだもんね。毎回違うんでね、塗装は、ええ。もう全然飽きてくるとかないんですね。ないですね。もう好きなんですよね、多分。そういうことはないんですけどね、うん、あの、最初はあんまり好きじゃなかったんですけどいくつからやったんですか、職人。これもう、うん、20代からやってますね。はあ、ね、20代から。ええ、もう何年、ね、30何年ですね休憩取らないんですか、いつも。いや、気分ですね。気分ですか。ええ、昼とかも。昼は取りますね。あ、昼は取ります。はい。結構職人さんとかでも飯だけ食ってパッてやる人とかもいるじゃないですか。ああ、それはないですね。現場によりきりですか。ええ、きっちり休憩はしますね、あの、昼は。あ、昼はします。ええ、ええ、休憩しますね足場の人間ゴルフもそうやって言ってないですか。いや、そうなんですよ多分足場屋さんには嫌われてますね。何ですか、直してくれとか言って。ええ、まあ、でもそうやって言った方が勉強になるんでいいね。文句ばっかり言うとんで。だんだん良くなってたんじゃないですか。そうですね、最初の頃比べてだいぶようになってきましたね。もうだって足場も長いですもんね、うちも。もう足場やって、だって入ってきた時なんかまだまだ全然だったじゃないですか、自社の足場はね。そうですかね。ああ、そうですね。あの頃と比べたらだんだん良くなってくるんじゃないですか。はい、いろいろ変わってきてるし、はい、こんなだってブラケットもこれだってこんな特殊なやつなんで、持ってないとできんもんね、この足場は。ねえ、これね、うん、いや、持っとったなって。あれも図面で出せんもんね、うん、そこまでは。で、全部出しとるってことですよね、そんだけ。はい、マスカーじゃない方がいいの、これ。これ紙テープのマスカー。あ、これはね。ああ、そういうことですか。ええ、紙テープ。あ、ね、やっぱもう今紙テープのやつ使うのが主流なんですか。いや、まだ僕はあんまり使ってないですけど、うん、ちょっと試しに使ってみます。ああ、今は。はい、やっぱそれなんかくぐらんでこっちの方がいいですか。いや、それは一緒なんですけど、あの、先にマスキング貼らなあかんんですよね。ああ、そうですね。あの、普通のマスカーと。ああ、そうですね。それが、その手間がなくなるで、やっぱりマスキング貼らずに、あの、ガムテープでやったらやっぱダメですか、くぐですか。あかんっすね、くぐりますね。綺麗にならんすね。ああ、そうですか。はい。なんでもう今マスキングのこれ使うんだ、みんな。やっぱあれですね、バタバタやってる感じでは見えんけど、やっぱそんだけどうやってやったら効率がいいかっていうのを考えて、やっぱ丁寧に丁寧に塗ってるんですね。あ、そうですか。サッカー見てるね、わさ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 、はたはたと塗ってる。いや、あ、そんな塗り方してもね、うん、あの、汚くなるだけで。ああ、そうですか。ええ、全然良かったですね。バタバタやっとる人はね、うん、早く見えるけど、うん、手が動かすの早いで、はい、何も早いことないですよ。ああ、結局雑だし、結局直しが早いし。あ、手動かしてるだけです。あ、何もないってことです。手動かすのは早いだけです。あ、大体。そういうことですか。はい、何も早い。女性にはモテますね。え、もうバタ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 やっとって腕いいやついないですか。もう、まあ、おらんすね、もう今。へえ。もう今そんな一番いらん職人ですもん、そんな。ああ、そうですか。ええ、バタバタローラーばっか走って、うん、ね、一番いらんですね。まあ、そうですよね、うん、今の時代。ああ、もうそう、丁寧にやれる人が。ええ、はあ、いいこと言うっすね。逆にどういうやつがやっぱこういうのは伸びるなーっていうのはどういうやつなんですか。もう素直に言うこと聞く人かな、うん、まあ、やっぱそうです ね素直に言うこと聞いて、うん、よう頑張る人、うんうん、あ、こっちこっちゆっくりでもいいもんで、ええ、飛びの世界だとバタ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 やるっていうか走れみたいな世界じゃないですか、はいはい、うん、あ、逆にもうそういうコツ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 丁寧にやる子は
そうですね、伸びてくるんですか、真面目な方でね、あ真面目な、うん、そういう子やとこっちも教えがいがあるし、あそういうことです ね、うん、そうですもんね、ほんと丁寧にクーリきれいに塗ってきますもんね、で効率考えてますよね、ずっと絶えず、そうですね、これ道具持って歩くのもそうですよね、あれでもちっちゃいローラー持ってやります、あの大きいローラーの時に、あやりますね、あの一回寺岸がそういう動画上げとったでしょ、大きい動画とちっちゃいローラー持って、あはいはい、はい、あんな感じですよ、一緒ですね、やっぱみんなあれやるんだ、でこれはここはもう全部一発で、ここは二発いくんですか、これですか、うん、もう一回かな、仕上がってないですね、まだその外壁の後にやるんですか、そうです、ここは最後に、ね、最後で、最後、ええ、あのこれ塵だけはやっとくみたいな、そうそうそう、塵この縁だけ別でやっとくってことですか、このこっちの内側ですね、動画で言うと仕上げます、これの方が早いですね、あそうですか、ええ、早くて綺麗、早くて綺麗です、奥深いな、本当塗装聞いてると、ね、そうっすよね、昔みたいに行ったら行っただけ金もらえるわけじゃないもんで、うん、どうやっていかに綺麗に早くやるかって、そうですね、でもうち結構だね、あれですよね、会議とかで見るとで、ね、フル株の人間結構綺麗な人いっぱいいますよね、はい、そうですね、まあ全部一緒に見とらんかもしれんすけど、性格がやっぱみんなあれじゃないですか、丁寧なタイプっていうか、動画で出ない子結構いますよね、仕事仕事見やんでも分かりますね、ああ、もう喋っとると、ええ、大体もう、あ、もうこういうタイプダメだなみたいな、ええ、あもうそんな仕事するんやなっていうのは、ああ、喋っとるとある程度、ええ、ある程度分かるですね、なるほど、うん、僕が深すぎるなもう分からんわ、俺はだけど本当になんかもうバタバタやらへんですよね、前も言ってましたよね、なんかもうそんな儲からんでいいんだわって言って、ちゃんと現場があって毎日会って、そうまあそれなりに回ってるきちっとやっていきたいもんで、って一個一個きちっとやりたいもんで、はい、もうそんななんか数も別に、まあ、ないのは困るけど、そうですね、言ってましたよね、ええ、もうそういう時代は終わりました、若い時はそういう時もあったんですか、ありました、あやっぱ若いと、いやもうそうやって先頭怒られますね、あそういうんですか、ええ、ちょっとでも丁寧にやっとると、あ怒られる時代があったんですよ、あそう会社が違って、あのそうですね、はあうん、もうどこの会社も大体そうやね、大体そうですね、あ時代なんですか、時代そのうちだからどうのこうのとかよりも、はい、時代でそういう時代があったよみたいな会社によるのか、うん、うん、そうですね、うん、まあ、そういう会社方針のとこもありますよね、今でも、今でもそういうとこ多いですよ、うん、まだそうですよね、あそうですよね、やっぱ会社によるってことですよね、はい、あで下着の履いて、だって よそでも聞きますもん、めちゃくちゃな単価でやらして、だってもう走る仕事をやらせるっていうか、はいはい、まあ、結局それでいいよみたいなやり方しとるってことですよね、はい、でこれでもう一発塗るってことですよね、そうそう、うん、やっぱりね、一発二発は違いますよ、ああもう全然仕上がらんすね、一回では、あ艶が全然違うんで、あ、うん、あもう艶の立ち方が、ね、艶のね、艶ムラがあるんで、あ乾いた時に分かりますよね、あ分かります、うん、であとはそのやっぱ年数経ってきた時に怖いですよね、やっぱそうですね、最初はいいかもしれんけど1回ではな、もう絶対あかんすよ、弱いですね、あやっぱ弱いですか、ええ弱いです、一発でやる業者なんか多いんじゃないですか、多いですよ、ほとんど違いますか、ああうち結構細かいですか、やっぱ最初来た時細けえなと思いました、そうですね、あ細かいなって、うん、かえってやりがいあるんで、あそうちゃんと成長されるところが、あ細かいところの方が、ええあじゃあもうそれだけの仕事も止められとんだなみたいな、そうそうそう、あこっちが面白いですね、ああそうですか、ええ、あ一個一個もう本気出せるもんで、そうそうそう、あもうお金のためにやってるっていうよりも、ええ、きちっとやれるもんで、ええ、めっちゃいいこと言うじゃないですか、それの面白いですだからもう今でも毎日じゃ現場楽しいんですか、あ楽しいですね、あもう自分の作品だぞっていうこだわりじゃないけど、そうですね、あもうただ塗るだけじゃないんで、うん、自分の思ったようにあ やってやったら喜んでもらえるもんで、うん、やっぱ楽しいですね、でも視聴者の皆さん、こんだけねうちの職人さん本当にいい人多いですよね、古い人ばっかりですしね、はい、もう自社の社員の子たちよりもやっぱ古い子ばっかりだし、まあ営業でも行って古い子もおれば新しい子もおるんですけど、こうやってやっぱうちの結局まあ商品って言ったら失礼ですけど、うちのやっぱ商品じゃないですか、はい、職人さんが、はい、でしかも塗装って一番大事なとこじゃないですか、それがやっぱねもう本当にうちこの動画に出てない人以外も含めると、まあ、層が厚いんですよね、
はい、そんな感じです。まあ、本当にそんだけね、やっぱりいい職人さんがおる。まあ、会社の社内演説動画みたいになっちゃいましたけど、で、一人親方だから、ね、10人、20人、まあ、今、結構大きい建設会社関係、他の職種も結構出してるんで、求人道場、建設業専門だな、はい、で、あの、求人出してますんで、出してるって、うちの求人じゃないよ、マッチングなんで、いろんな会社さんが出してるんで、ぜひそっちの方も見て、塗装の職人さんもね、この職人さんみたいな考え方と、まあ、いろんな会社があるから、なので、一つ一つやっぱ丁寧にやって、でそっちの方がいいっすもんね。はい、結局よれた仕事をずっとやってるともうよれた職人になっちゃいますよね、はい、もうそれできなくなっちゃいますよね、はい、あっちまでってこっちもやって、うん、やったんだったらいいんだけど、これもまあいろんなことやっていいなもんね、今があるんで、まあぜひ皆さん、はい、あの求人マッチングもやってみてください。はい、それぐらい結構ありますので、ぜひまたお願いします。はい、お願いします。チャンネル登録もお願いね。お願いします。またねー。